全陽堂山本整骨院の佐藤です。本日は半月板損傷の方9割が硬くなってしまっている部分についてご紹介していきたいと思います。半月板損傷になってしまうと歩くのが辛くて、長い距離短い距離でもいつでも痛みが出てしまう方が多いかと思います。なぜ歩いている時に痛みが出てしまうかというと、太ももの前側にある大腿四頭筋、この部分が硬くなってしまっているからです。今回のこの動画ではこの大腿四頭筋なぜ硬くなってしまうか、あとはそのリハビリ法について詳しくご紹介していきたいと思いますので、動画最後までご覧ください。はい、ではまずはじめに、なぜ大腿四頭筋、太ももの前側が硬くなってしまうかについてご説明していきたいと思います。なぜ硬くなってしまうかというと、半月板損傷になってしまうと膝に強い痛みが出てしまいます。これによって膝が動かす範囲が狭くなってしまいます。痛みが出てしまうと小さい動きになってしまい、太ももの前側にある大腿四頭筋が伸びたり縮んだりする、この可動域が狭くなってしまいます。この状態が長く続いてしまうことで筋肉自体が伸びたり縮んだりしにくくなってしまいます。これによって膝の関節の引っ張られる力が強くなってしまい、関節の中にある半月板に強い負担がかかり痛みが出てしまいます。また膝に痛みが出てしまうと、普段通り膝をまっすぐにしたままこのように歩けなくなってしまいます。膝に痛みが出てしまうと、多くの方はこのように膝を曲げた状態でゆっくり歩いていってしまいます。このように膝を曲げた状態での動きは常にスクワットをやっているものと同じだと思ってください。スクワットは太ももの前側にある大腿四頭筋のトレーニング法になります。常にスクワットをやった状態で毎日生活をしていれば、前側の大腿四頭筋に強い負荷がかかってしまい硬くなってしまいます。これによっても関節の中に負担がかかってしまい、半月板に痛みが出てしまいます。ですので、これからその大腿四頭筋を緩める方法を3つほどご紹介していきたいと思いますので、大腿四頭筋のリハビリ法を覚えてください。はい、ではまず1つ目の大腿四頭筋のリハビリ法です。特に大腿四頭筋の部分で硬い部分があります。その部分はどこかというと、この膝のお皿のちょうど上の部分ですね。この部分は、筋肉とあとは腱の部分が一緒に混ざり合っている部分になっています。この部分には大きな負担がかかってしまい、特に硬さが出てしまいますので、まずここから、やり方をお伝えしていきたいと思います。やり方としては、まず両手の親指でお皿の上を押さえます。ぐーっと圧をかけるようにしながら膝を曲げ伸ばししてください。ぐーっと曲げる、伸ばす、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 曲げる、伸ばす。しっかり親指の部分でグッと、このようにですね、大腿四頭筋を押さえてやるようにしましょう。10回ほど交互に繰り返します。曲げる、伸ばす、曲げる、伸ばす。だいたい1日2セットから3セットほどやることをお勧めします。はい、では2つ目のリハビリ法になります。2つ目のリハビリ法は、大腿四頭筋には、大腿直筋、あとは中間広筋、あとは外側広筋、内側広筋と4つの筋肉が集まったものになります。最初のリハビリでは、中間広筋、あとは大腿直筋と言われる真ん中の部分を緩めました。次に緩める部分としては、この内側にある内側広筋、あとは外側にあるこの外側広筋を緩めるようにしましょう。この部分も硬くなってしまうと膝の弱い動きであるねじれの
負担がかかってしまい、さらに半月板の痛みを強めてしまいますので、この部分もしっかり緩めるようにしてください。やり方を説明していきたいと思います。膝にグッと力を入れることで、内側と外側、この部分に、膨れ上がる部分があります。ここが、内側広筋、外側広筋になります。この部分を親指でグーッと押してください。グーッとこのように押しましたら、円を描くように前に10回、後ろに10回、このようにやってあげましょう。ゴリゴリしますので、しっかり緩めてあげることでこのゴリゴリ感が消えてきます。結構痛みが出てしまう方がいるかもしれませんが、ちょっと我慢してこのように筋肉を緩めてみてください。だいたいこちらも2セットから3セット、前10回、後ろ10回やるようにしてみてください。はい、では3つ目の、リハビリ法になります。3つ目は大腿四頭筋自体をしっかり伸ばすストレッチ法になります。ベッドもしくは布団で横になってやっていきたいと思います。はい、ではこのように横向きになりましたら、膝を後ろに曲げて、このように足首を掴んでください。はい、このまま、膝を後ろに伸ばすように引きましょう。ぐーっと伸ばしていくと、太ももの前側全体に引っ張られるような感じ、突っ張るような感じがきます。このままだいたい15秒から20秒しっかり伸ばすようにしてください。体勢が辛い時とかはベッドとかを手で押さえるようにしてください。はい、では後ろからも見てみましょう。このように足首を掴んで、このまま膝の向きを後ろに引いてみます。このようにすることで、太ももの前側にある大腿四頭筋がしっかり伸びてきます。硬い方はかなり痛いかと思うんですけど、大体痛気持ちいいぐらいのところで止めてあげてください。そのまま15秒から20秒伸ばすようにします。こちらも1日、2セットから3セットしっかり伸ばすようにしてみてください。はい、皆さんお疲れ様でした。半月板損傷で、緩めた方がいい大腿四頭筋のリハビリ法3つとも覚えることができましたか？こちらの大腿四頭筋のリハビリをやることで、膝のお皿の動きも良くなり、関節の中にかかる負担が大きく減ります。半月板損傷だけではなく、変形性膝関節症、あとは O 脚、X 脚、このような症状にも効果的ですので、ぜひ膝にお悩みの方はやってみてください。本日の動画は以上になります。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。本日の動画が参考になった、いいと思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またもっと健康になりたい、体の痛みを取りたいという方は、下の概要欄から当院の公式 LINE の方をチェックお願いします。公式 LINE の方では毎日健康動画、健康情報を配信していますので、ぜひ皆さんの生活に役に立ててみてください。